ズームイン上部。今日のゲストは画家のコーヒートリコちゃんです。コーヒートリコさんです。イエーイ、こんにちは。はい、で、1番目の質問です。画家とはどんなお仕事ですか？ギャラリーというこう絵を展示するところで絵を見てもらって買ってもらったり、あとは描いてくださいって言われて絵を描いたり、こういういろんな絵を描いて喜んでもらいます。画家さんという仕事でこれからどのような活動をしていきたいですか？日本だけじゃなくてこう世界の人にこういう絵を見てもらって知ってもらって、いろんなジャンルの人とこう音楽と絵を描いたり、そういう、ことをしたいです。はい、いいですね。素敵です。はい、これからも楽しみです。子供たちに一言お願いします。多分こう絵を描くときにそれだと違うとかちょっとこう上手じゃないとか言われることがあるかもしれないけど、自分がこう思ったように人の意見をあんまり聞かないで好きなようにずっと描くのが、大事なこう作品ができるので、そういうふうにした方がいいと思います。ありがとうございました。